んにちは、ザマーユーのザマーユーラブ MC の伊吹玲です。どうも今日も明日も竹内。どうもエブリデイ竹内です。エブリー。はい、そして私がディレクターのサソディー。お、なんだ、サソディー。噛みそうになったんですけどギリギリで持ちこたえました。ね、お二人とも春の装い素敵じゃないですか。かっこいいですねこれ。なんかね、グラデーション。そう、ちょっと今日ちょっとソラっていう名前でいこうかなと思いました。アーティスト名。アーティスト名ですね。ローマ字でソラ。ソラ。じゃあちょっとテロップも出して。まあやこんぐらい。そう、声もこんぐらいです。違うんですよ、はい、今日は、ね、はい、何をしに来たかと申しますと、はいはい、あのナノユニバースのですね、うん、夏の展示会なんです。展示会、うん、あれ、うん、結構最近あった気がしますけど、うん、はい、エブリさん、あれ、あれ違うんですよ。おはようございます。おはようございます。あ、見慣れた顔が安心しますね。安心します。おなじみのね、はい、モアモア、あの、はい、ファミリーの方、準レギュラー、はい、PR の栗山です。よろしくお願いします。 PR の石津です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか急に入ってきたんですけど、いやいやいや、ね、あの、ようこそ展示会へ。はい、なるほど。あ、僕とか、どっちか、番組はこっちがゲストだけど、はい、展示会が僕らがゲストです、ね、そういうことですよ、はい、夏ってあるんでしたっけ。大体なんか春と春夏で一気にやるみたいな感じじゃないですか。まあまあまあね、確かにおっしゃる通り、はい、結構この業界だと春夏秋冬っていうのがまあ通例であるんですけど、まあちょっといろいろな方とのコミュニケーションの場を増やしていこうっていうのを含めて、今年から春夏秋冬でやろう。あ、4回やるんですか。はい、そんなにやるんですね。あ、それは無視しないです、はい、あれダメリバスの人じゃないですか。いやいやいや、卒業がちょっと取り切れてる。じゃあ夏の展示会ということで、今回は、はい、じゃあ以前紹介してなかった夏物を中心に、はい、はい、ということですね。なんで今日ちょっとソラさんがこんな感じでちょっと夏っぽい感じで、はい、楽しみ。声ちっちゃい。どんなキャラなの？ソラさん。なんか不安しかないの。大丈夫かな？じゃあソラさんね、伊吹さん、そしてイジーさん、古山さん、今日一つよろしくお願いします。じゃあちょっと早速ね、はい、中の方にご案内していただきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。エブリカ先頭？じゃあ僕先頭。じゃあ、ソラさん先頭。感動。あ、素敵ですね。こっちこっちこっち。こっち通ります。案内するの？うちの庭みたいな。すみません。あとはよろしくお願いします。ちょっとね、ほら今回も今回も花がすごい。そうだ。前は本当エナジー、エナジーでね、うん、覚えてますよ。ドカンと。今年の夏もまだエナジーは引き続きなんですけど、はい、はい。まああのやっぱり夏っていうことでね、うん、色味が変わってるんだと。うん。ね、黄色とか前の動画とね、比べてみてください。 YouTube の前の動画を紹介した0102の0102はもうやった。なのでちょっと今回はね、前回紹介してないところからピックアップしてご紹介いただこうと思って、ちょっとお二人にさせていただいた次第でございます。ご紹介いただいていいですか。はい、じゃあ早速イベントからご紹介したいと思います。はい、じゃあこちらでお願いします。ここがウィメンズの LB03 のゾーンになります。じゃあ早速、まずはじゃあウィメンズの新作からということなんですけど、はい、まずウィメンズの方はかなりあの夏ということでカラーをあのカラフルに豊富にご用意しているので、このスカートもすごい鮮やかなオレンジで作ってるんですけど、ミノテックっていう素材でできていて、はい、撥水がかなりしっかりついてるので、結構柔らかいんですよね。柔らかいんですけど、あ、でも撥水感がそんなしないですね。ですね、なんか結構パキッとしたもの、撥水があるものだと多いんですけど、ウィンドブレーカーみたいなね。そうなんですね、結構柔らかくって、でも水が本当にコロコロ落ちるぐらいかなり弾いてくれるので、5月6月梅雨時期になると思うので、確かに、はい、ぴったりなアイテム。傘いらないんだ。傘いらない。いや、傘いるんじゃない。はい、これ脱いでこうやってやれば、あ、そうですね、下側になるっていう。それはちょっと、あ、でも肩まで上げればね、あ、そうそうそう、ワンピースもあるんで、もう全然バカで、ワンピースいいじゃないですか。そうなんです、あのやっぱり撥水なので汚れも気にならないですし、うん、あの気軽に
出かけられるっていう商品になっていて、で結構その撥水のものって内側ジメジメしたりとか、溜まりますよね、はい、気になるんですけど、うん、なんか裏側にその蒸れをちゃんと吸収して発散してくれる機能がついてるので、もう快適に着ていただける。女性のアイテムでそういう機能素材って珍しいですよね。そうですね、結構他のブランドさんでもあんまり少ないかなと思うんですけど、ナノユニバース機能性のアイテムすごく多いので、そうです ね, ですね、はい、去年もなんか勉強になったもんね。デザインも可愛いですね。そうなんです、デザイン性も、ここがキッてそれ後ろですか、それ前、あ 前, 前がそう、はい、ちょっとなんかワンピースって着膨れしちゃう時あるから、キュッてしまってるといいですね。いいですよね、うん、ちょっとウエストの、はい、高く見えるっていう、嬉しい、はい、それはまあちょっと転生したらそうですね、はい、まああと他にも、はい、おー、こういうすごい夏っぽい、これ夏っぽいですね、うん、そうなんです、あそれもスカートとワンピースである、あはい、リネンブレンドの生地でできている、リネンブレンド、はい、まあ、リネンも入ってる素材なのですごい天然風の、はい、素材感になっている、うん、はい、サラッとしてます、で裏地もしっかりついてるので、そんなにしっかりついてますね、ペチコ、やっぱり夏ちょっとリネンのもの気になるじゃないですか、なりますね、なので、ま、こういうブラウスで綺麗めに合わせてもいいですし、いい夏 T シャツ1枚でサラッと、はい、マーメイド、はい、ワンピースのスカートもちょっとマーメイド風な、はい、若干下に向かって広がってる感じなので、あ本当ですね、はい、すごい女性らしいですけど、うん、丈もちょっと長めですよね、あ本当ですね、結構ハイウエストっぽく、はい、サンダルと合いますね、うん、そうですね、ウエストキュッと見えていいですね、はい、結構ウエストの位置も高めに設定してあるので、うん、そう歩くたびに旅行く感じ、坂上がりの前です、違う違うでこちらもあの3色で、あ、これ、あ、ガラッとしも、あ、結構変わりますね印象、結構落ち着いたカラーも用意してるので、大人の女性の方でもすごく着ていただきやすい、あ、これもちょっとボーダー、あ、そうなんです、若干ボーダー、若干入ってますね、アドーボーダーみたいなね、あ、そうおしゃれ、何ですか、このちょっと 、はい、見えづらいけど、そうですね、よく見たら、よく見たら入ってる、セッションでも結構そういうやっぱり夏だからゆったりめで涼しく着れるみたいなのがやっぱり多いですよね、そうですね、さらっとしてる生地のもの多くて、この辺ももうかなりあのナノユニバースで人気のあるブラウスのシリーズ、ワンピースも用意してるんですけども、あのレオファインっていう今毎年人気のシリーズになってます。レオファインって何ですか？リネンのような生地でできてるんですけど、あの手洗いで洗濯が可能なので、はい、お手入れもかなり楽な商品です。いいですね。そのなんか機能性も、はい、ちゃんと考えてくれる。そうなんです。見た目だけじゃなくてちゃんと必要に耐えるね。なんか高い服とかいい服とか洗えないとかあるじゃないですか。そうなんです。かつくんですよね。まあね、着てね、洗って何もでしょっていう、そうですね、いっぱい着たいです、たまに無視して洗っちゃってボロボロになるみたいなよくやりました、学生と悲しい思い出ですね、いいよっつってしかもやっぱり洗えてもちょっとシワになったりとかすると、そうですね、なんかやっぱりアイロンでめんどくさいってなるんですけど、シワにもなりづらいので、なんかすごい軽そうですね、すごい薄いんですよね、サラッとしてて本当にデリケートな生地に見えるんですけど、うん、気持ちいい、手入れも楽なので、カラーが、あ、鮮やか、素敵ですね、夏らしいですよね、うん、これいいね、可愛いですね、ゆべきさん似合いそうですね、私すごい好きです、はい、この色、可愛い、軽い、軽いですよすごい軽い、ハンガーの重さ、ね、夏いいですね、サラッサラですね、透け感もあって、うん、はい、すごく夏らしく、なんかちょっとした肌見せにもなるので、確かに、はい、働く女性にもいいですね。そうですね。春に引き続いて、結構そのオフィスシーンでも使えるようなオンオフどっちも使えるアイテムすごく人気なんですけど、かなりこれから店頭にもいっぱい入ってくるので、はい、楽しみにしててください。はい、ありますか。もう一個ぐらいいいですか。もう一個じゃあ、はい、行きましょう。どれでしょう。グリーンが今年すごく多くて、わっ、なんか素敵ですね、これめっちゃいいじゃないですか、はい、フラワープリントもオリジナルで出していて、かわいい、かわいい、ちょっと T
シャツと合わせてね。あ、いいですね。好きになっちゃうなとか女性が現れて、ね、あの今ねエブリ君この並びね、もう空とね緑の何の空と大地大地あ、いい感じよあ、そっちなの自分が言っちゃう感じだったね。腕組んじゃったね。腕組んだよ。夏のデートにね。ぴったりだと。だいぶこの二人おしゃれですよね。いや、おしゃれだと目立ちますよ。はい、かわいいです。今年あの本当にカラーリンクがちょっとテーマで、うん、あの作っているので、いろんなアイテムとカラーをこう組み合わせて緑緑で合わせてもいいので、いいトレンドな合わせられます。僕の好きなアイドルに履いてもらいたいです、ねはい、ちょっとうちらグッてなっちゃったの隣に女性2人いるのにねいないそっかアイドルを出してくるっていうね、その妄想で収めてください、はいはい、じゃあ続いてちょっとメンズの方も見に行きましょうか、はいはい、古山さんどっか行っちゃったんで、ちょっとじゃあ古山さん探しに行きます、はいはい、じゃあちょっと移動してみます、はい、移動しましょう、はい、じゃあ、ゆきさん、ゆきさんこちらです。あれ、はい、待ってましたよ。いました。待機されたんですね。ちょっと待ってましたよ長いなと思って長いな。お待たせしました。じゃあ、あのメンズのご紹介ということで、はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ1つ目はこのナノユニバースの今期から新しく始まったエッセンシャルライン、へー、はい、のからちょっとご紹介させていただければと思います。はい、このエッセンシャルライン そのキーワードみたいなのがありまして、なんかまあベストセラーよりロングセラーみたいな、おおいいですね、なんか普遍的なそのアイテムをまあ常になんかお客様にお届けできるような、まあ、そういうラインになってるんですけど、まあ、なので本当に普遍的なアイテムみたいなのがまずデニムと、あとその白シャツっていうのをそのファーストのコレクションではこの3型ですね出してます。へえ、はい、なんか特徴はあるんですか？そうなんですよ、このデニムがこのスキニータイプとちょっとこう細めのスキニースラックス、ちょっときれいめなデニムのと、あとこういったバギーの2型出してるんですけど、ちょっと太めのゆったりめの。最近ね、細身のデニムも履いてる人ちょいちょい見かけるようになりましたよね。なんかまたちょっと復活してきましたよね。太めが多かったんですけど、このなんかラインのこのデニムの一番の特徴としては、反応染料っていうちょっと特殊な染め方をしている、まあ、糸を使用しているので色落ちがしにくいんですよ、ね、はい、なんかデニムって結構色落ちを楽しむもんだみたいなっていうのがあると思うんですけど、逆に言うとちょっと綺麗に履きたいっていう方もやっぱ中にはいらっしゃると思うので、まあ、そういった方にはすごいぴったり、まあ、この状態をまあ長くキープできるっていう、はい、洗っても落ちない、落ちにくいですね、はい、なので多少はじゃあその使用感は出るけども、まあ、でも本当に普通の一般的なデニムに比べたら全然そこは変わらない、なので、まあ、手にこう手が真っ青になってるみたいな、そうなんないんですよ。これあるありましたね、はい、昔のデニムあるある、うん、心配がほとんどなくなってる、ちょっと黒っぽくてなんかそうなんです、はい、綺麗めに綺麗かけるって感じですね。白シャツも割とじゃあそのベーシックなデザイン、デザインはちょっとゆったりめでベーシックなんですけど、これもなんかこういったレギュラーカラーなんですけど、例えばこういった感じで外せる襟が外せたり、ハンドカラーになる、はい、すげえ、え、面白い、ハンドカラーな、意外に初めて見ましたもん、意外とないですよね、ありそうでないです、確かに、はい、あ、すごい、はい、しっかり違和感ない、そうなんです、なんしかもね、エブリさんクラスになるとその襟だけ使ってこう、そうですね、襟だけが、まあ、しかも襟につけないですからね、もう逆にこれオレットチェーみたいにここにつけちゃうとかもありますけど、いや、斜め上行ってるなー、綺麗なー、これ襟だから、これ襟だから入って、はって言うだけですね、すごい、面白い、はい、あとなんか、まあ、ロゴが入ってます、通気性が良かったりとか、まあ、防臭抗菌の効果があったりとか、そういうちょっと当たり前のようにナネリバスさんはもうそういうのつけてテック要素をちゃんと入れてきますからね、見えない部分もそんなベーシックなんですけど、やっぱ長く使える理由があるシリーズになってますね、しかも真っ白じゃなくて微妙にちょっと黄色がかかってる、はい、確かに、そうなんです、ちょっとそれもなんかね合わせやすいですね、はい、お買い上げありがとうございます、ありがとうございます、レジありましたね、あとで請求させていただきます、ギャラから聞いてギャラ、あ、これとか、あ、サマーユート、サマーニット、うーん、タフニットっていうシリーズで、タフ、
もう名前の通りなんですけど、すごく強度が強い。へえ、まあ、なんか見えないですけどね。分厚いわけではないですね、触っていただくと分かるんですけど、生地は全然柔らかいですし、全然使いやすいんですけど、ハンガーで干しても、洗濯した後干してもここに、すごい、はい、つかないっていう、目が細かいので、そういった強度見方で、はい、そうなんです。強く、あ、でも確かにね、細かいね。今までそうなんです、アライルニットっていうシリーズで出してたんですけど、はい、それをよりちょっとアップデートした感じですね、より強くなったんです。そしてよりべさん、これほら覚えてます、この襟周りのこの形。あ、これですね、ジャケットのあれですよね。そう、よく、はい、ジャケットの前 T シャツ使ったやつ汚れがね、つきにくいという。あれタフニットじゃなかったよな、あれの名前。タフとかじゃない、あれはジャケティだったんですけど、ジャケティだ、ジャケティ、はい、これがジャケティ、タフニットのジャケティバージョン、バージョン、はい、いろんな要素をね、そうなんです。ヌルガとかの今まで技術がギュッと入ったすごい、いろんなバリエーションもすごい多いので、ね、ここまでですか、落ち着いた色も。あ、これ違うか、このジャケティのシリーズはここです。あ、5種、はい、で、よりベーシックなのと、あとベスト、あ、ベストもある。こっちはなんかニュアンスカラーっていうか、柔らかい優しい感じの色ですね。綺麗めなスタイルで合わせるとか、こういった落ち着いたお色を選んでいただいて、これは殴られては痛くないとか、そういうのではない、防弾ベストではないとか、そういう意味のタフではない、そういう機能はないので注意してください、タフに騙されないそれ、模擬を考えると思うやついないんです、いないです。あとは、なんかちょっとやっぱりこれから夏なので、こういった柄物、なんか珍しいシャツ。ただやっぱりナノユニバースの、はい、のちょっとやっぱ色気だったりとか、そのまあなんか大人シックっていう、ちょっとやっぱ思いっきり明るく派手な夏っていうのではなくて、少し落ち着いた感じの解禁シャツ、めっちゃ似合いそうです。確かに似合いそうですね。ソラさんもあ、ソラさんも似合いますね全然感情入ってないそんなことない、しょうがないから付き合ってやってるで、さらにこれジャケットバージョン、これあれですか、もう重ねてきたりするできる、あ、できます、まさに、はい、これですか、重ねて着るのであれば、例えば同色で、うわ、柄を柄で、柄を柄でやっていただいてもいいかな、ジャケットにちょっと襟出す、うん、ちょっとやんちゃな感じのね、でもいいですし、ちょっとササリーが言ってくれたように、ちょっと襟を重ねちゃっても、なるほど、はい、あ、いいですね、こういう感じで着ていただいても、はい、ちょうど悪そうだな、でもこういったちょっと大人な夏の、うん、確かに、いや、かっこいい、綺麗めなパンツ、はい、デニムのパンツを合わせるっていうスタイル、サンダルとかね、はい、これでサンダルとかすごいです、うん、おすすめでございます、めっちゃかっこいいですね、かっこいい。失敗柄もあります、あ、なんかありますね、そうなんです。でもナノユニバースってあんまりこういう柄のイメージなかったよりも、本当に一点すごく派手な、最近はそうですよね、ナノあんまりこういうちょっと柄っぽいの、形は違うんですね、形はシャツと、シャツです、はい、ちょっとこっちは解禁なんです、はいはい、素材は一緒ですか、はい、素材は一緒です、何柄ねー、幾何学模様、幾何学模様でもある、はい、白パンとかって相性がすごく、でもなんかそれ1枚で決まる感じ、そうですね、これで着てればもうおしゃれです、これで OK、 はい、好き、そういうのが、夏は、うん、1個メインになるやつバンって着て、あとはシンプルみたいな、いつもそういう技を使ってます雰囲気もおしゃれ、そう、分かる、それ印象大事だからね、はい、まだまだあるんですけど、ちょっと、はい、もう時間の関係で、はい、続きはお店で、はい、ぜひぜひ、はい、ます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。古山さん、一時さん、はい、はい、ご紹介ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。夏の展示会ということでね、はい、まだまだいろいろご紹介しきれてないものもあるんですけども、はい、なんかいいのありました？なんかそのまあメンズですけど、女性の方の方もいったよ。あ、さっき言い忘れたって言ってましたけど、T シャツが 2way みたいな、あ、そうなんです、さっきご紹介した T シャツが 2way で着れる、 T シャツが 2way ってどういうことですか、前後ろ、前後、あ、はい、そうなんです、大事、言い忘れたらしいです、なんで忘れちゃうのカメラ回ってないところ、そうですね、カメラ回ってないところで言っても伝えられないけどねそういうのもやっぱいいなと思います、はい、僕はあのメンズだったらシャツ
この襟張ってるやつが、ね、あれ面白いですよね。あれ今までなかったなと思って、うん、それ欲しいって思いました。はい、お買い上げありがとうございます。なるほどね、はい、ということでね、この番組が配信される頃にはゴールデンウィーク明けにはもういろいろお店に並んでると思うのでね、ちょっと気になった方はぜひお店で見ていただければと思いますので、復習してね、復習して電車乗りながらもう見てね、これ襟外して俺はこうやって使うみたいなね、はい、シミュレーションしてもらって参考にしてください。ザ・マーユーのザ・マーユーラブ、次回もお楽しみに。